さあ前半グループ最後の選手は15歳カザフスタンのエリザベット・トゥルシンバエワです。前半グループは6人のうち5人がグランプリシリーズデビュー戦、この人もその一人です。今月半ばにカナダで行われたオータムクラシック、男子で優勝したのが羽生結弦、そして女子はこの人が優勝しました。15歳の選手です。エリザベット・トゥルシンバエワ、カザフスタン。曲は悲しみのクラウン。トリプルルッツコンビネーションの予定が単独になりました。とまたつまずいたか。ジャンプの後がステップです。2000年の2月14日生まれ、15歳、身長141センチ、小柄の選手です。トループのコンビネーションジャンプ、こちらにコンビネーションつけてました、はい、コンビネーションスピン。昨シーズンの世界ジュニアでは4位に入っている選手です。ポジションにも工夫が見られます、本人ちょっと納得がいかなかったようです。Once again, ladies and gentlemen, Elizabeth Tursunbayeva from Kazakhstan. Elizabeth Tursunbayeva from Kazakhstan の得点が発表になります。それでも 59.26 というのはパーソナルベストに近い得点になりましたが、もっと高い得点の出る選手、そんな感じがしました。